初日の練習終わりました。今日の2時に着いたんで、なんかストレスない練習って聞いたんですけど、結構はい、やりましたね。ジャンプ系が多かったんで、でも、まあ、楽しかったですし、まあ、英語あまり話してないですけど、まあ、簡単な用語は分かるので、まあ、そういったところを、チームメイトの方も、話してくれたんで、すごくやりやすかったですね。意外とは似合ってないですか、まあ、まあ、これ以外にも他あるんですけど、はい、今からスーパー寄って帰りたいと思います。チャオ。今から帰りたいと思います、はい、みんなはプラスで練習してるんですけど、自分は初日っていうことで早めに、まあ、明日メディカルチェックが朝からあるので帰っていいよとのことで帰ります。これが夜ですね。地下鉄もあるし、こんな感じですね。地下鉄もあってバスもいっぱい通ってて、向かいのスーパービッグスーパーに行くんですけど、これがディナーモス。チキンっぽいのがあったんで買ってみようかな。トマトとチキン、乳製品が欲しいんですけど、ちょっとね、わからんな。でもなんか買おうか、とりあえずわからないんで。パンを2個とヨーグルト買いましたね。あとチキン、ポテチは一応休みの時に食べようかなと思います。はい、一応ね、置いとくって感じです。食べないですよ、そんな。いや、さっきアジア系の顔おったんですけど、いや、多分違うねんな。多分日本じゃないんですよ。声かけようかなと思ったんですけど、やめときました。はい。いや、意外とこう、まあ、クレジットとかもあって、買うもんは簡単ですね、普通に。まあ、選んで自分で好きな。まあ、米食べれへんのが痛いですけど、あとちょっとこういうので歩くんって恥ずかしいっていう。どんだけここで有名かわかんないですけど、まあ、一応見バレするんで、恥ずかしいですよね。疲れモードです。かれこれ寝転んで20分です。はい、このまま終わったら Wi-Fi つながってください。お願いします。シャワー入ってきます。宮原さんも来ますね。風呂上がりました。でかいですよね。あ、これ香水かな。なんかでも香水無理な人とかいいじゃないですか。でも自分別に、まあ、軟水の方が飲みやすいって飲みやすいですけど、そこまで気にならないです。まだ終わりそうじゃないんで、また振りでも見ておきますね。洗濯が長すぎます。自分はエヴァンゲリオンも全部見ましたね。次は永遠の消防隊全部見ようかなと。あとブラッククローバー、なんかおすすめあったら教えてください。意外と知らないようなやつが面白かったりするんで、じゃあゆっくりしていきます。おはようございます。ブカレストの朝です。まあ、ちょい寒ぐらいですね。はい、ここは洗濯ゾーンみたいな感じでいい感じです。なんかあんま日差しがないですね。朝早すぎるっす。じゃあ準備していきたいと思います。これは日本から持ってきた歯磨き粉です。今日は7時半からディナモのとこで集合してメディカルチェックをするそうで、今日の午前の練習はないんですけど、朝からメディカルチェックで、で午後はボールですね。ドライヤーがないのがちょっと不便ですね。今日ちょっと車で行くんで、ついでに寄ってもらいたいと思います。こうやって飛ばすしかないですね、本当に。ジャーって。ディナモの朝です。ディナモじゃない、ブカレストの朝です。意外と多いですね。結構寒いですね。パーカー1枚、手がもう結構冷たいぐらい。これ冬ちょっとやばいですね。早く車に乗りたいです。
ここがディナモの施設になりますね。このフィットネスジムがあって、いやここじゃないんですけど、なんかバレーボール以外にも他の、人がいましたね。卓球してる人もおればって感じで。でこっち側ですね、ここがこの左に見えるのが体育館。環境は普通にいいと思いますね、本当に。ここ体育館で、ここは食堂ですね。ここに多分集合やったと思いますけど。帰ってきました。12時からご飯で、あと15分ぐらい待機しないといけないんですけど、まあ帰るのもあれやしって感じで、ちょっと今ロッカー室で待ってるんですけど、いやー疲れましたね本当に。なんか自転車のやつがあって、心拍数計なんですけど、なんか普通のトレーニングよりきついぐらいの重りをなんか5分間6分間漕ぐみたいなのあって、めっちゃきつかったですね。まあこれで多分結構チェックできたので良かったのかなと思いますけど、はい、とりあえずお腹すいたっす。なんか朝何も食べんといてって言われて食べてないんで、マジでお腹すいたっす。初めてなんですけど食堂食べるの、これあんまり自分に合わなかったらどうしようっていう、まあ、不安もありますけど、まあとりあえず食べてみようかなと思いますね。まあとりあえずお腹すいて待ってるって感じですね。昼ご飯です。一つちょっと言いたいんですけど、ここに止めてる車が多いんですよね。めっちゃ車止まったのです、ここだけじゃなくて。が今来た時の印象ですね、この街並みの。めっちゃ車止まったんですよ。路中が多いです。いやご飯食べて帰ってきて、このソファーが良すぎるんですよ。なんで枕もなんかこれを使ってて、なんか今ちょうどいいっすね。この天気もいいし、寝転んでますね。こうやってちょっとシャワー浴びて仮眠取ろうと思います。あとなんか貝がいるんで、ヒゲをちょっと伸ばそうかなと思ったりもしてるんですけど、どうでしょうか。今ちょっと剃ってるんで、脱毛もヒゲはしてなくて伸ばしたいっていうのもありますね。年取った時とか、皆さんコメントお願いします。っていうな。こんにちは、今から練習です、6時からスタートで結構遅めなんですけど、はい、2日目っていうことで頑張っていきたいと思います。今日はあったかいですね、長袖着てますけど。練習終わりました。お疲れ様です。今日はこうタッパ出しといたら夜ご飯入れてくれるんですけど、個人的には味とか全然大丈夫なんですけど、量がちょっと足りんぐらいで、まあ、これプラスパンあるんですけど、まあ疲れたんでゆっくりネットフリ見ながら食べていきたいと思います。チャオ。よっしゃ、やっとドライヤー買ってきました。100レアこれなんで、3000ちょいぐらいですね。んで自分中国人に似てるんか知らないですけど、チャイニーズって言われて、これメイドインチャイナって書いてあるんですよ。で笑ってましたね。日本人の顔に見えないのかな。だらだら開封するだけの動画。イエス。やっと乾かしてきます。ジュニー、まずはヘアオイルからしっかり。ドライヤー前にするといいらしいですね。あ、やっぱドライヤーすると違いますね。気持ちいいっす。歯磨きして洗濯終わったら寝ます。日本よりなんか乾燥してるんでめっちゃ喉が乾きますね。これは練習前と夜こうやってますね。ここ足疲れるんで、まあこうマッサージとかでほぐしてもらうのが気持ちいいですけど、そんなにいかないですからね。毎日はなんか土足で部屋入るの慣れないですよね。ほんまは全部きれいにして裸足で歩きたいんですけど。寝ます。おはようございます。とりあえず朝ごはん食べていきます。これリアルな朝食です。はい。食器もあんま洗いたくないんでこのままで、だからなんか油つくんで下に引いてるんですけど、これワッフルと、まあ、一応トマトと、まあ、あとヨーグルト食べるんですけど、
まだ買い物行けてないんで、大きいショッピングモールとかで、そこでバッと買って自炊とかしていきたいです。とりあえず米を買いたいです。今日は半袖半パンで、チームメイトの方ですね、ミーティングしてトレーニングして練習です。練習終わりました。めっちゃ綺麗な空ですね。5時ぐらいです。5時でこれです。ご飯食べに行きます。今日の夕食です。サラダはいいんですけど、ちょっとこれがね、カレーかな、わかんないですけど、これはポークなんですけど、ちょっとこれがね、チャレンジチャレンジ。購入品紹介です。ハーゲンダッツ買おうと思ったんですけど、でもチョコ好きなんで、チョコレートアイス、海外濃厚そうで美味しそうなんで、まあ、いつものこれヨーグルトですね。ダノンビオに似てますね。プレーン味、砂糖入ってないんで、これ美味しいです。あと多分これツナ缶なんですけど、多分で、ここにプロテインが入ってたんで、多分ですけどツナ缶。これ今朝ごはんが作れてないんで、本当にツナ缶とワッフルとトマトですね、食べる。とりあえずツナ缶を買ってきました。ツナ缶に行こう。ツナ缶か分からんけど、多分大丈夫です。以上です。じゃあ洗濯回してお風呂入って、ネットフリでも見ますね。今日もお疲れ様でした。はい、チャオ。でも時間的には大丈夫です。はいはい。あ、に週1がお疲れ様です。今土曜で終わって、昼ご飯食べたんですけど、これなんか土日は閉まるそうで、明日の昼飯と今日の夜飯かをもらいました。で、今からチームメイトと買い物行ってきます。寒いと思ってたんですけど、半袖半パンで行けますね。結構いいです。ここが5分で着くんで、いつも撮ってるところです。No? これは電車かな。でも乗らないそうです。多分行き先が違うんかな。はい、これに乗ります。これで、ショッピングモールに行きます。友達のニックです。ニックと行ってきます。初めてです。これは一体何でしょう。よくわかんないね。めっちゃ人います。ここがショッピングモールらしいです。これが、ニックです。ニックでは買っていきたいと思います。サバもあります。普通のまあショッピングモールですね。なんか日本でもありそう。日本ではないけど、海外普通の、はい、まだ知ってる店はないですけど、とりあえずぶらりぶらり回っていきたいと思います。すごいですね。フードコートもなんか遊べるとこもあって、スケートもあるし、奥にご飯屋さん、あるんですけど、すごいですね。結構いい。 Thank you。ナイキショップです。靴下買います。かつお節、おお、しいたけいっぱいありますね。ラーメンもありますね。自分米食べたいんですよね。結構日本と韓国の店なんですけど、ありますね。メロンソーダとか、あ、お茶とかもありますね。こっち来るとカラムーチョとか、へえ、あ、納豆もある。納豆もある。カルピスソーダ、多分クレジットをピッとすれば、行きました。クレジットをピッとして
地下鉄行きました。ニコーラーへどれくらいですか？ニコーラーですやっぱネイティブ英語エグいっす。勉強になります。本当にエブリデイ勉強です。ほな地下鉄です。こんな感じです。めっちゃ人おる。今地下鉄乗ります。普通の電車ですね。一人では乗れないですけど今体育館向かってます。これショッピングモールらしいです。こんばんは。今もらったこれを食べてるんですけど、パプリカなんですけど、なんか調べたところ生で食べてもいいらしくて食べてます。でもよくよく考えたらサラダでこう出てくるじゃないですか。だからいけるんですけど、丸ごとこう食べるっていうのが日本では考えられないんで変な感じしますけど、美味しいです。ぜひ試してみてください。今チームメイトの方の車乗ってアジアの料理屋さんに、料理屋さんじゃないわ、スーパーマーケットに行きます。これ日本の寿司ですね。結構クオリティ高い。でわさびもあります。酢もあります。コストコみたいじゃないですか。押すやつでこんな感じで結構いいっすね。広すぎます。これ1日でゆっくり見たいっすね。はい、まあ、とりあえず何か買っていきたいと思います。結構買ってますね。卵とチキンとかチーズとか。このオススタイル結構好きです。みんな楽しいですね。海外の多分一人やったら無理ですけど、ニックが助けてくれてます。購入商品です。ここでなんかうどんと焼きそばと、ま、あのライスの日本米じゃないんですけど買いました。自分はこれを頼みました。シーフードのうどんです。おはようございます。今日の朝飯です。これがですね、キットカットのコーンフレークみたいなやつです。深めのお皿がないんで、なんかあったレッドブルーのこれで食べてます。食べます。で、昨日ちょっとはい、誘惑に負けた小槌これディップして食べて決めました。めっちゃ良かったです。今日は英語の勉強をしつつ、アジアショップみたいなのが30分で着くんで、そこ行こうと思います。はい。で、午後ウェイトがあるんで、まあまあ、そんな感じ、ゆっくり午前を過ごしてたんです。はい。ほら。今日ブカレスト雨降ってて、今までもこの音ですけど、夜中めっちゃ降ってて、めっちゃ音聞こえてきましたね。起きちゃいました、ほんと。なんか日本の雨の音って心地よいじゃないですか、こう寝てる時とか。なんか、もっとでかすぎます、ここ。直当たりなんですかね、多分窓に。だからか。はい、今日は雨ですね。早く止んでくれないと、ちょっとショッピングに行けないです。今から、アジアのショップ行きたいと思います。雨でめっちゃ寒いです、まあ、歩いて多分30分ぐらいなんで、しっかり温まっていきたいと思います。ではまたショップで。ちょっとありえないですけど、そこ雨でめっちゃ溜まってるやつあるじゃないですか。やっぱ車飛ばしてて思いっきり濡れました。最悪ですよ、本当。もうね、最悪です。とにかくしかも寒いし、もう、はい、もう最悪。ここは結構20分ぐらい歩いて
なんかいっぱい店ありますね。さっきバーガーキングとかもありましたし、なんかこの外国って感じですよね。マクドもありますし、結構ありますね。歩くだけで結構楽しいです。今からニナモの食堂のご飯食べに行きたいと思います。今ダウンベスト着てるんですけど、これ結構好きですね。あとダウンはちょっとサイズ合わなかったっていう、はい、ダウンベスト最高です。今日は豚肉とパスタとトマトのスープですね。スニオにソースいただきます。練習行く通りにコーヒーショップがあるんですけど、コーヒーショップの人も日本のフード大好きらしくて、特に寿司が好きらしいです。いや、この通りにコーヒーショップがあるの結構いいっすね。6レイなんで結構安いと思うんですよね。多分常連になるかと思います。今日ウェイトだけなんで、はい、しっかり追い込んでいきたいと思います。じゃあバイバイ、チャオ。お、なるほどね。2分ぐらい寝とくか。時間はないですが、いや違う、時間は合ってないですが、はい、押しますね。多分クイッククッキング、これホワイトライスしたいんですけど、まあでもとお腹空いてるんで、まああれだけってことっすよね。これでミスってもまあまあ仕方ないんで、とりあえず行ってきます。お願いします。ご飯炊くまで買い物してました。これボディーソープ、これシャンプー、これが、ご飯とか食堂のご飯タッパでもらうときがあるんで、タッパ多めに買ってきました。これも一緒です、タッパ。あとこれはサンダルで、まあ床がこうシャワー浴びるとことかあんまり汚いのでスリッパみんな履いてるんで買ってきました。あとはこれで料理ができます。なんかライターいるらしくて、あとキャンドルとかもあるんで、これでいいです。これちょっと気持ちいいです。以上です。タラタラタン、イエイ。おはようございます。やっとフライパンが使えるということで、卵を3つかな、卵3つ焼いていこうかなと思います。タンパク源は大事なんでね。こんな感じです。イエイ。一回ミスったんで、このタイプのフライパン怖いっす。フライパンじゃないわ、加熱用怖いっすよ。この感じでいいかな。できました。しっかりブロッコリーも食べてます。今から、なんかホームゲームでハンドボールが使えないんで、近くの車に乗っていきます。チームメイトが乗せてくれるそうで、もう今待ってます、チームメイトを。ルーマニアのマクドにポケモンのカードがありました。こんにちは。こんにちは。おはようです。Are you?